浅妻徹の22時から朝食を。どうも、浅妻徹です。この番組は平日の22時に浅妻徹の出来事、考えてること、妄想、想像トークをお届けするラジオポッドキャスト番組です。これを聞いて寝るのもよし、もう一頑張りするのもよし、好きな時、好きな場所でお付き合いください。今日は昨日のラジオの続きの義母と娘のブルースのお話をさせていただこうかなと思っておりまして、昨日も喋ったんですけど、このドラマがここ10年ぐらいで1番2番を争うぐらい大好きなドラマでございまして、最後のスペシャルのドラマが終わって実際にアンパンを猛ダッシュで買いに行くぐらい大好きなんですけど、僕はこのドラマ普通に放送されてる連ドラの時から大好きで、と言ってもリアルタイムは確かね5話6話ぐらいから追いついたんですよ。それまでは録画をしてて、でなんか面白そうだなと思って録画を見たら、まあ面白いと、毎話毎話号泣してたんですね。毎回毎回最高に面白いんですけど、そのドラマがあんまネタバレになっちゃうと、ね、皆さんのお楽しみを奪ってしまうと思うのであまり詳しくは言えないんですけど、中でもこう娘が小学生から高校生に変わる回の、その時の真ん中のこのとある大きな出来事の時の娘のこう演技と、あの義母、あの綾瀬はるかさんなんですけど、綾瀬さんの義母のあのシーン、なんだろう、こう定期的にね見返したくなるんですよ、あのシーンを。すごくね素敵なんですね。であれを見てもう当時おえつが出るぐらい泣いたんですよ。ぜひね、多分なんかで見れるのかな、わかんないけど、ぜひちょっと見てほしいですね。義母と娘のブルースのスペシャルドラマが2回放送されてるのかな。それも全部見てるし、録画もしてるし、毎回泣いちゃうぐらい大好きな義母娘なんですけど、今回の今年の最後の回ファイナルが一番泣いた。一番泣きましたね。もうファイナルっていう時点でちょっとかかってるんですよ。もうその時点でこうモードに入っちゃってるから、こっちは結婚式をねするんですよ。それは確かね出てるはずだからいいんだけど、その結婚式のシーンはね15分20分ぐらいそのシーンあるんですけど、もう本当にずっと泣いてた。なんでしょうね、この間友人の結婚式に、この間というか、去年かな、去年友人の結婚式があって、それ出席した時はまあ泣きはしなかったけど、まあ感動はしたんですけど泣きはしなかったんですよ。でもその去年の9月ぐらいにあった親戚いとこの結婚式は大号泣したんですよ。なんかね、家族とかそういう部分に触れるとちょっとこう涙腺が弱くなる体質で、で義母娘はドラマではあるものの、もうずっと昔から見てるから、なんかもう家族の結婚式に出席してるかのように思えちゃうんですよ。だからもう昔から見てたなんか姪っ子が結婚したみたいな、そんな感覚でね、あの結婚式のシーンをずっと見てて、なんかダメですね本当に、涙腺弱い人間はああいうのは。ぜひあのまだ見てない方、見たことない方はハンカチを持ってそのドラマ見てほしいなと思います。僕は全く出ていませんが、ただただ大好きなドラマのご紹介でした。義母と娘のブルース。というわけで今日はここまで。またお付き合いしてくれたら嬉しいな。
明日もいい日になりますように。ファイト。